それに関してね、はい、そういえばね、あの新潮のね、あれね、例の里見先生がね、面白いこと書いてるんだよ。井の中の蛙ね、例のあの日本赤十字医療センターの化学療法部長なんですけど、本でこのペンネームで書いてるんですけどね、誰がやっても同じと、うん、要するにですね、まあ中国の今度の習近平の、はい、続投ですね、はい、から始まってですね、あれはまあその皇帝は唯一の主で、人民と官僚は全て下僕という一君万民の政治体制がまあ出来上がったと。中国がずっと歴史的にこれでですね、うん、中国王朝は飽きもせず、士大夫、つまり官僚と宦官を中心とした皇帝側近の対立を繰り返し、大体において宮廷側近が力を握ると衰退していったと。だからまあ、中国もどうなるか分かりませんよって言うんですけど、安倍さんの死去でですね、今度は昭恵さんを担ごうという運動があってですね、まあ、そのじゃあ国会議員には誰でもいいのかと、昭恵さんはまあ断ってますからそれはないんですけど、要するに世襲ってよくありますよね。それはその中川一郎さんでもそうだったけど、それはいいのかっていう話なんですよ。これ誰がやっても同じという一種のニヒリズムは昨日今日の話ではないと。大平正芳首相の旧姓で自民党は次の総理総裁の選出に手間取ったが、この時渡辺昭一さんは自民党の行動パターンからして一定の経歴があれば誰でもいいと予測したと、はい、ね。で、渡辺さんは知人から総理になるには資格がいる、中曽根や宮沢の名前は挙がるが、例えば鈴木善光なんて誰も言わないではないかと反論されたそうだ。ところが鈴木はなっちゃったんだよね。何のビジョンもなく、対外的には日米関係の悪化を招き、文藝春秋から暗愚の帝王鈴木善光とは揶揄される始末だった、はい、暗愚の帝王言いましたね、堤さんがつけたと思いますけどね、これは、はい、なるほど、はい、口が悪いな、うん、岸信介元首相は、あの顔は三陸の村長くらいが似合っていて、とても一国の最小のものではないと吐き捨てたと、なんて話も伝わってる。この酷評も半端ないですよ。確かにでもそうかもしれない、はい、そうです。今鈴木さんの息子がやってますけどね、はい、だから、はい、ですぐやめちゃったし、はい、だからやっぱその人間顔も大事だよと、うん、顔つきで言えば今の岸田文雄首相も、うん、役所の課長さんみたいな感じで頼りないことをこの上ないと。いや、まあ、その通りなんですよ、ね、外見でどうこういうのは良くないのかもしれないが、大災害や戦争が起こった時に人々に安心感を与えるのもリーダーの大きな役目だろうと、はい、どうせ役人の書いた文章を読み上げるのなら恐れ多いことではあるが、その時には首相でなくて陛下にお出まし願った方が良さそうだと、はい、顔も大事だと、うんうん、これね、なるほどなと。そうですね、役所の課長さんみたいっていうのは言い得て妙だなと思いますよね。僕は信用金庫の支店長って言ってました、ね、ああ、それもそうね、はい、見ますよ、本当に。民主党のリーダーの資格としては顔よりもむしろ言葉だろう。だがこれについても以前にも紹介したことがあるが、第二次安倍内閣の退陣後の首班を決める自民党総裁選挙のプレゼンをあるスピーチのプロが公表していたと。石破さんは会場の聞き手に向けて発信、菅さんは原稿を見ないでお話になったらよかった、岸田さんは声が上ずり体の軸が始終揺れていた。まあで、まあ結局菅さんを選んだんですけど、その時は、うん、翌年に岸田さんが選ばれたが、この時岸田さんのスピーチ能力が飛躍的に向上していたという話は聞かない。だから今になって安倍元首相の葬儀での麻生前副総理の弔辞が素晴らしかったとか、国葬での菅前首相の弔辞は心を打った、国会での野田元総理の追悼演説は感動的だった、それに控え国葬での岸田首相の弔辞は通り一遍で全くダメなんて悪口を言うのは的外れだと、もともと分かってたでしょと、うん、この弔辞や追悼演説によって政治家の言葉の力が見直され始めたようで、岸田さんの次はあんな弔辞が読める菅さんだなんて話も出ているらしいが、そんなことで一国の最初を決めるのもいかがなものかと思うと。しかしそういう弔辞でもしらけさせてしまう岸田さんは救いようがないという結論になってしまう。いろいろね、野田さんも菅さんも所信表明はボロカス言われてたんだけど、弔辞の時にはもうビシッとまとめて成長してたけれども、岸田さんは成長してないというのが結論だったっていう。今度はうちで野田さんのインタビューの中がですね、初め断られたんですよ、はい、正式に申し込んだら、うん、で野田さんいつも千葉でですね、朝立ちやってるんですよね、ビラ配ってるんです、はいはい、でも朝起きてさ、
早く、はい、4時に起きたとか言ってたけど、はい、6時からやってるから、はい、6時から9時ぐらいまでやってるんだけど、9時頃行ったんじゃあまりダメだろうなと思って、はい、6時に行かなきゃと思って行ったんだって、はい、行ったんですよ。偉いでしょ。あ、そうです。それで、はい、聞いてきたんですよ、はい、いいこと言ってるんですよ、この話が、野田さんが、はい、なかなか、だからね、農家は偉い。民主党にはいらない人材ですよね。いいこと言ってんだったら。そうですね。見ちゃってるじゃないですか。そう、もうだから早くね、そう、藤井秀さんとか、はい、あの救護して、うん、そのあれと一緒になればいいんだよ、国民民主党、はい、そうですね、名前変えてね、はい、うん、民主党でもいいから名前変えて、はい、そしたら少し大き勢力も大きくなるし、はい、立憲から早く出た方がいい、ね、あの人たちが何人かいますよね、はい、うん、早く出てほしいよ、そう思います、うん。